自然療法チャンネルブナの森です今回は、えー、サイクルロードレースの、えー、見方ということで私自身が、ま、治療に20年携わってきていろんなスポーツ選手を、えー、治療してきたんですが実はあんまりスポーツ観戦に興味がなかったんですね。そのの選手の、えー 出た試合の結果とかそういうのは興味あるんですけど全然知らない人のスポーツ観戦は興味なかったんですねただ若い頃からずっとスポーツは続けてきてますだからスポーツっていうと見るというよりは自分がそのスポーツをするという方でスポーツとまあ関わってきたというかスポーツというと自分がするもんだろうということで考えて きましたなのであんまりスポーツ観戦してこなかったんですけどあの最近そんな私には珍しく、えー、ずっと見てるものがありますそれはロードレースですね自転車の競技はすごく面白くなってきて最近見てますでようやくあの自転車の見方っていうのが分かってきたのであの自分のまあ覚えがけ お覚えがき程度にあのここで動画を作っていきたいと思います。でサイクルロードレースであの、まあ、見方っていうのは少し分かってきたっていうのが、えーまあ、いつもステージレースツール・ド・フランスのようなものをずっと見てたんですけどタイムトライアルっていうのもあの行われますよね。あのダイジェストなんか見てるとあの 個人タイムレースとチームタイムレースとちょこっとやったりしてあの、ま、ずっと見てるわけじゃないですけど結果だけ見てあこういうのもあるんだなっていうことであのステージレースなんか行われてる途中にこう挟まれることとかあとはあの例えば群馬県の春名山のヒルクライムなんかはその前日にやったりするのかな。 まあ、あのそれでスタート位置が決まったりとかっていうのもあるようですけど、まあ、同時に行われてるようなもの,も,のもありますけど、まあ、特別タイムトライアルを気にして見るというよりはどっちかっていうと私はステージレースを見てます、まあ、そういう方が多いんじゃないかなとは思いますけどあの数日間からまあ何週間にもわたって行われてますよねツール・ド・フランスなんかはあとはそれに対してワンデーレースあのワンデークラシック あワンデレースクラシックレースってなんか言われたりするらしいんですけどあの100年以上の歴史があって凸凹道だとか砂の道だとか、まあ、そういったものもありますで1日で行われるレースなのであの勾配がきついような坂もあったりするそうですでワンデーレースと クラシックレあワンデーレース、ステージレースの比較ということで、こうなっております。それから暗記してるわけじゃないんですけど、ジャージ、まあ、こういうのあの、あるっていうのは、まあ、知ってはいましたけど、例えば、ツール・ド・フランスなんかで言ったら、マイオ・ジョーンヌですよね。前、あの、ランスの、アームストロングスの、 本を読みましたけどあ余生犬まあそこで名前を知りましたけどねあとはあの山岳なんかに山岳のスペシャリストに贈られるジャージですよね憧れですよねまあこういったようなのもあります 次に私が、えー、知ったのは、まあ、選手の役割ということでエースですねこれはあの小説なんかも読んであのロードレースの小説があるんですけどそれ読んで知ったりあと弱虫ペダルだとか、まあ、そういうものから知ったんですけどここにエースがいて、まあ、こちらはこの次に出てくるアシストというあのエースを勝たせるために風よけになったりいろいろ あのスポーツドリンク運んだりあのアシストしていく人たちですねでこちらがエースですねであのサイクルロードレースって実は個人技のように思うんですけどあのチーム戦団体戦だったっていうことですね、まあ、そのエースを勝たせるために他の 人たちがいるとまあ団体戦なんですね。でまあ他にはあのまあ客室といいますかねその自分の,あの特性っていいますかあの体重が軽くてあの筋力はないけどあの、まあ、体重の軽い人なんか上りに有利なのであのクライマーと呼ばれる人だとか。 あとは、速筋系ですね。スプリンター。いろいろこの辺は特性が分かれてくるだろうと思います。まあ、今のところ、この辺りを私が最近勉強して、あの、観戦が面白くなってきたというところです。えー、また、引き続き、動画の方を上げていきたいと思います。よろしくお願いします。